どうも風紀丸いわし天狗です。お願いします。いや最近はもういろいろとオンライン飲み会とかリモート飲み会とか、こう離れた場所にいてもこう画面を通してやり取りができる時代になりまして、まあいろんな芸人さんや有名人さんがこうコラボ配信をしたりとかね、誰かと一緒にこう何画面にも人がいてそれをなんかどっかにアップするとか、そういうのが流行ってるっていう、流行り出すんじゃないかっていうのを目にしまして、これちょっと僕もやってみたいなということで今回チャレンジしてみました。僕が今回ちょっと一緒に出演してこの動画に収めたいなと思ったのは、富山県住みます芸人の伊藤ちゃん。これはね、名古屋時代からも結構、よくつるんでた人で、で富山に行って僕が愛知県遠距離こういう状態になってからもまあ交流はあったりとかして、で芸歴も近いということから親近感もあって、というような間柄の後輩芸人ですねにちょっと、ビデオ通話をかけてみたんですけれども、さあうまくいったんでしょうか。ではご覧ください。ということで富山県住みます芸人の伊藤ちゃんにビデオ通話をかけてみました。こんな感じでもうすでに撮影始まっております。出ました伊藤ちゃん。これ良くないですか。この右左2画面になってこのトーク喋りができるビデオ通話、これをね、録画してそして編集してこうアップしたかったんですが、もうこれお気づきの通り、そうなんです、音声が入ってないんです。でも2人楽しそうでしょ。すごい楽しそうな絵は伝わるんじゃないかなと。これね、音声が入ってないこの状態なんと30分ほど続きまして、でもこの2人は気づいておりません。最初にね音声チェックしてからやればよかった畜生と、すごく後悔する回となりました。でこのあとちょっとゲームっぽいこともやろうよということでやりだしたゲームコーナーがこちらです。これはテーマに合わせて、せーのという合図と同時にお互い答えを出して、答えがあったらいいねみたいなゲームコーナー、今お互い書いてますが、今回のテーマはおにぎりといえば何、これについて2人が考えて今、画用紙に答えを書いてるところですね。皆さん何ですか、おにぎりといえば何を思い浮かべますか。さあこの2人は何と答えるのでしょう。さあ伊藤ちゃんが答えかけたみたいですね。それでは見せていただきましょう、どうぞ。いやイワシ、それイワシや、下手くそやな。いやカーやないの、カーイワシ天狗です、カーやないの。仕込んでるね、まあこれ。いやワロとるワロとる。でこの後ちゃんと答えたのがこちら、鮭とシーチキンマヨ、ハズレー。え？合わんもんやね、おにぎりといえば鮭じゃないのみたいな、このあとこう2人がああだこうだ言い合うんですが、声が入っていない、クソ畜生、なんで声入ってない、畜生という感じでいろんなことありましたが、僕のこの解説によってお届けするという今回の斬新なスタイル、まだまだ続きます。そう、富山名物もいくつか聞いていたんですけど、ちょっともうね覚えてないので、書き出してもらいました。伊藤ちゃんに富山名物を聞きました。ブラックサイダー、ホタルイカ、白エビ、紅ズワイ、寒ブリ、チューリップに黒部ダム。いや字が荒くねえですか。うえー書いてません、あの字なんで音取れてねえんだよ、うわイワシバカ野郎っていう、ちょっとなんか気持ちが入ってるような気もしないこともないですが、
いやー悔しい回となりましたね。ただあと一歩、あれで音声が入ればあのシリーズでいろんな方とこうやり取りをこう遠隔にいながらできるということが分かりましたので、離れた場所でのビデオ通話を録画する方法、もしご存知の方は、詳しくイワシに教えていただきたいなと思います。よろしくお願いします。あ、ポイントなのがですね、僕が iPhone、 相手が iPhone じゃないという状態、これでもいけるのか、ここが気になるところですね。難しいということで、課題の見えた回答になりました。引き続き、岩天動画どうぞよろしく。